JR 東海静岡車両区でイベントが開催されました。JR 東海は、今日21日、爽やかウォーキングのコース、親子で楽しもう、静岡の鉄道満喫ウォーキングを開催しました。このイベントの一環として、静岡県静岡市にある、JR 東海静岡車両区が公開されました。JR 東海静岡車両区は、東海道本線の東静岡から静岡間に位置している車両基地です。静岡支社管内を走る多くの車両が配置されています。昨年の爽やかウォーキングに続き、今年も一般公開されました。今年は静岡地区で運用している313系8000番台S1編成、373系F4編成、211系LL12編成の3編成が並べられました。展示中には、希望に合わせて行き先表示を変更するイベントも開催されました。313系8000番台では、通勤快速、ワンマン普通、快速など普段使用することのない種別が表示されました。373系では、新快速、特急、ナイスホリデー、ホームライナー、イナロ、中山道トレイン、トレインフェスタ、飯田線秘境駅号、快速爽やかウィークなどの幕が表示されました。211系では、通勤快速、団体、臨時など幕が回されました。今年の、爽やかウォーキングでは、JR 東海静岡車両区のほか、JR 貨物静岡貨物駅や、静岡鉄道長沼車庫なども一般公開されました。これで、5月21日の KAB ニュースを終わります。